アプリシエイト高梨いつきです。フェリーゴッドマザーアイスメソッド15色の才能。人は誰でも15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは再来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が自己肯定して自己需要ができ周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。10月7日のダイジェストです。7日の午前中は寝坊と別宅の整理と掃除、午後は別宅の整理と掃除、夜は朝と夜のルーティーンと動画の編集。これは翌日に編集している動画です。タイムラインは LINE ブログに上げていますので、ぜひぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、赤色がストレッチ筋トレメンの運動、ウォーキングが9048歩、8時間睡眠、ゆとりさんとマリナトレさん、オレンジ色の歌がお休みしていて、黄色の水彩と動画編集とブログも書きました。拡散がこれは OB の方が1人と、それから保護者様とそれぞれからご連絡をいただいて、で、やり取りをしていました。それから Twitter2 つ、 Facebook2 つ、 YouTube で動画を作って、ノートとホームページとアメーバーとブロガーでシェアをし、タイムラインに日記のタイムラインを上げています。 Instagram1 つ上げました。ガーデニングはしてないですね。水色の夢を語る計画、空の写真撮ってあります。青色が暗記暗唱、紫色が写真を撮って、ピンク色が、フェイスマスク、オーラルケア、身だしなみを整え、誰かを褒め感謝を捧げました、自分を愛して褒めました。薄だいだい色が皿洗い、整理、洗濯、マッサージ、ボディメンテナンスと寝る前の整理整頓ですね。黄土色がお買い物はセブンイレブンでおやつを買いました。で、両学長さんのライブと動画を見ましたね。茶色が漫画を読んで、黒色がお休みで、灰色の分解も相変わらず頑張ってやっていますね。はい、白色が掃除、浄化、断捨離、祝詞とお経、六方杯、お香。昨日ね、六方杯ができてないんですね。で、お香もしてないんですね。お掃除は、家の方はしてないですけれども、別宅の方とお蔵の方はずっとやっていました。あと、お参りも、敷地内のお狐様に、お稲荷様ですか、にできましたね。すいません、今日から、パソコン別ので動画編集しているので。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、オクラと別宅の整理をして、白色の浄化の才能を育てました。今日の自分観察ということで、別宅とオクラのそれぞれの場所の役割を決めました。それぞれの場所ののが多いですね。で、ここは民泊の寝室とか、ここはステンドグラスと尻尾焼きと陶器とワイヤーワークの工房とか、大型作品とデッサンのお部屋とか、ここではパステルや水彩画を描きますとか、ここは倉庫に使って、あとライブラリーとギャラリーとショップとカフェっていう風に場所は決めたんですね。場所を決めたんですが、工事ができる資金が手に入っていないので、工事の資金が手に入るまではティファールで沸かしたお湯とスティックコーヒーにのカフェということになります。最初は小さく始めて、
軌道に乗るようならば仕事にしてみるのもいいのかもしれません。とりあえず私が楽しければそれで満足なので、頑張りたいと思います。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はオシム、イラストはオキソ、文とナレーションは高梨いつきでお送りしました。神様と皆様に感謝します。 I appreciate。 最後の言葉いきますね。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない。人のせいにも社会のせいにもしない。自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず。この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの気温まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから。神様と皆様に感謝します。はい、アプリシエイト。今いっぱい火鉢が映ってたと思うんですけども、火鉢とか、味噌を炊く鍋とか、障子とか襖とか、まあ重いものを今日はやったもんですから、膝も痛ければ腰もだるくて、また埃がものすごかったもんですから、喉がゼロゼロで。今日はほぼほぼ一日寝ていたというような感じで、夜になって慌てて撮ろうとしたら今度は、今さっきまで皆既月食だったんですけれども、のパソコンの iMovie の方が全然動いてくれなくて、で慌てて、新しく、買った方のノートパソコンの方の iMovie を立ち上げて一から入れていたものですから、もう本当にドタバタでございました。でもまあ新しい方に移れてよかったなというふうに思っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。神様と皆様に感謝します。 I appreciate。 じゃあまたね。バイバイ。